和歌山市方面の駅舎北助松駅は大阪府泉大津市、あずま助松町一丁目にある南海電気鉄道南海本線の駅である。駅番号は NK18。助松団地の誘致に伴い最寄り駅として設置された。なお、助松団地は1961年以降に順次、強用されている。将来構想として泉大津市が設置する 北助松駅周辺地区町づくり事務所での会議等において駅強定化が発案されている相対式2面2線のホームを持つ地平駅である。開業時点では上り線側のみ改札口があり、改札内の連絡通路を渡って下り線ホームと接続する構造であったが、後に改札口が上下ホームごとに独立した形で設けられ、改札内の連絡通路は撤去された。 なお、改札口は各ホームの南波駅寄りにある。トイレは、上り線側の駅舎に設置されている。2019年時の1日平均乗降人員は12,574人である。近年の1日平均乗降人員数は、下表の通り。北スケマツ商店街始動、スケマツ千原線、スケマツ神社駅の北側を横断する道路は、始動。 スケマ原線と呼称されており、沿道に北スケマツ商店街がある。歴史的には布引きの道とも言われているが、これは聖神社の神様が上陸した助商品から死の名前とまで移動した際に布を引いたという伝説にちなんでいる。なお、この道路が大ね泉大津市と高石市の境界になっており、道商店街も漁師にまたがっている。また、駅の北側を、 堺戦北道路の高架が通っており、この高架の影響により、浜寺公園駅から東駅までの高架化工事では、東駅は高架化の対象となっていない。なお、同じ南海本線で行われている石津川駅、高石駅間の高架化が完了した暁には、南波駅から泉大津駅までの区間で東駅が唯一の地上駅となる。駅付近に、降雪の駐輪場はないが、 民営の施設が複数運営されている。駅の北側を横断する道路沿いに北助松商店街がある。なお、この道路が泉大津市と高石市,市の境界になっており、同商店街は高石市,市と泉大津市にまたがっている。コンビニエンスストアやドラッグストアも複数所在する。ありがとうございます。